おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ961です。はい。今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言いましたけど、今回は固定フィギュア。固定フィギュアは結構久しぶりのような気もするんですけどね。はい。で、前回、前々回。まあ、前回が、フィグマのラブライブサンシャインの地下でしたね。で、さらにその前はアイカツ。はい。ということで、今回も、まあ、前回も言いましたけど、アイドルつながり。ということで、今回紹介するのはこちら。じゃん。はい。これだけ見てもわかんねえだろって感じなんですけどね。こちら、メガトレショップって書いてますけど、実はこれ普通に、私はアミアミで買いました。というのも、こちらは、期間限定というかね、限定販売みたいな感じだったんですよね。で、まあ、今はもう多分買えないかな。中古だったら買えると思うんですけど、普通にお店に行って買えるようなものじゃないと思うんですけど、ちょっとね、店行って探したわけじゃないんですけどね。一応こちらに書いてるってメガトレショップってことで、こちらの下に書いてますけど、メガハウスというここから出てるやつですよ。で、特にこれだと思うんですよ。この箱のアイテムナンバー 1610-02 ってやつ。これで多分ね、わかるかもしれないんですけど、普通に考えたらわかんないんですよ。何入ってるか何も書いてないっていうね。はい。こういうやつです。これは、送り状貼ってないっていうのは、アミアミの方でおまとめっていうかね、その月でドンって買ってる関係で、大きい箱で入ってきてるからこれがないと。だからこれ単品で買った人はここにベタッと貼られちゃったという感じですね。はい。一応こちら開けないと中身がわからないんで、開けていきたいと思います。一応ここのね、部分、この部分は、テープカットしてあります。ということで、開けていきたいと思います。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。こちらはですね、こちらに書いてある通り、アイドルマスターシンデレラガールズの、神谷奈緒トライアードプリムスバージョンってやつですね。こちらは普通に、まあ先ほどもね、言った通り買えないんですよ。まあ今はって話ね、過去は買えたんですけど、限定販売だったので、今はちょっと入手は厳しいかな。まあ、その場所場所によってちょっとね、在庫あるようだったら買えるかもしれないですけど、まあ、限定という形にはなっております。はい。一応こんな感じ。で、側面がこうなってて、こちらも書いてますね。神谷奈緒。こういう感じです。で、さらに反対側。それで、上ちょっとね、キラキラしますけど、こんな感じと、底がこうですよ、という感じとなってます。はい。まあ、これを見ていただくと、まあ、わかるよね。トライアドプリムズバージョンということは、これの神谷奈緒の他に、残り2人。その2人も、限定っていうかね、まあ、同じく限定販売ということで、そちらの方の予約も済んでおります。なので、一応各一体ずつね、紹介していく形になると思いますけど、最後の一人ですね、最後の一人出た時には、まあ、やっぱりね、3人並べて、まあ、出したいと思っておりますので、一応今回はこちらのみという形で出していきたいと思います。で、一応上のここだね、見えづらいと思いますけど、こことここ、3箇所テープで止まってるんで、まあ、そこをカットして開けていきたいと思います。では、レッツ、オープン。はい、外箱から出したのがこの状態ですね。これで見ていただくと分かると思いますけど、まあ付属品はないという感じですね。ベースと本体のみと。特に手になんか持ってるとかいうものはなさそうですね。後ろから見るとこんな感じ。まあ固定フィギュアは大体ね、出したらほぼ終わりなんで、まあちょっとね、組み替えとかね、表情パーツの交換とかあれば、その分だけね、ちょっと違うと思いますけど、基本的にはもう出して終わりという感じですね。で、一応ここのところは空気穴がこうやって開いてるって感じですね。これ結構ね、フィギュアって結構密閉されてると、中でこのフィギュア本体からね、ガスが出たりして、それがね、原因でベタついたりとかね、そういうのがあるんですけど、そういう風にね、そういうのがならないように、ここから空気で抜けたりとか、上もこうやって開いてますね。こういう風になってるという感じなんでしょう。はい。ということで、こちらね、いろんなところビニールとか挟まってたりするんで、その部分を取って、本体と台座分けた状態でちょっともう一度並べたいと思います。はい。箱から出したのがこの状態となります。といっても先ほどのケースっていうかね、あれから出した状態で、というも、付属品が特にないんでね、見ていただいたらすぐわかると思いますけど、この2つと。で、一応こちらがベースになってて、こうですね。はい。こちらのところが金属の支柱になってますね。ここがつま先入る部分ですけど、ここが金属になってるんで、いいんですけど、これ見ていただくとね、なんとなくわかるかな。これ、最後までベースとつながってないんですね。要はここの透明な部分。こちらの、この透明な部分ですね。こちらの透明な部分にしか入ってないんで、ここに荷重がかかるわけですね。フィギュア本体ドンって刺した時に、こういう風に荷重がかかるってことは、このクリアのここにかかってくるわけですね。
なのでこいつが劣化してしまうと根元からバキッていった時に台座で支えてるわけじゃないんでちょっと不安かなっていう感じがありますね。こちらの台座の方とつながってればいいんですけど、そうじゃないんでちょっと怖いかなっていう感じがしますね。ただフィギュア本体支えるにはこちらの金属のこれぐらい支柱、これがあれば十分支えれると思います。一応こちらツヤツヤっていうものでちょっとサラサラした感じかな、触った感じ。え、字の方もしっかりとプリントされてますね。はい、トライアドプリムス、神谷直というふうに書いてありますね。はい、まあ、裏はシンプルにこんな感じ。そしてこちらのフィギュア本体をちょっと行きたいんですけど、こう行く前に何ならベースつけちゃった方がいいね。こちらのかかとっていうかここだね、ここの部分にこいつが入るよと、これを斜めにこうブスリと刺してあげてつま先の部分をしっかりと刺すと、はい、これですね、これでできましたと。はい、こんな状態です。まあこの状態でぐるーり回していきますけど、はい、こんな感じで、一応このね、ま、名前っていうかこちら印刷してるやつを正面にするとこういう形ですね、こんな形になると。はい、なんか気持ちこんな感じだと思うんですけど、こうなんですね。はい、一応こんな感じ。だから根元の部分でひねったりとかできないんで、これで固定という形です。はい、で、この辺にあるリボンとかね、この辺とかのやつはちょっと細いんで何か引っ掛けて折れる可能性があるんでちょっと注意が必要と。あとサイドのこちらはちょっと柔らかめですね。ただこれも柔らかいんですけど、ふにゃふにゃではなく、こちら薄いからこその柔らかさって感じなんで、これも同じですね。まあこういう風になんか並べて飾ったりした時に何かが当たってて、手前のやつをこう引っ張った時にこれが引っかかってて根元からバキッっていう可能性もちょっとあるという感じなんで、飾るときはちょっと離し目にするか注意しながらちょっと扱うという感じですかね。はい、で髪の毛自体は、何グラデーションもかかってますし、結構ね先端部分も結構しっかりと尖ってるって感じですね。その部分は非常に良いという感じですね。はい、でここの腕のここの感じ、これもただ単に黒でドンって塗ってるんではなく、ちゃんとグラデーションかかってるんで、光の加減によっては結構ねこの状態よりもこう斜めにした方がちょっとね透け感があるような感じに見えますね。一応そんな感じかな。あとこのベルトのこの辺とか、ここの部分とかね、このフリルっていうかこういう部分も結構細かく造形されてると。で顔自体もこういう感じですね。非常に、いい、まあ、再現度は非常に高いんじゃないですかね。こういう感じで、髪の毛っていうか頭部のこちらの頭の飾り、これも、このねクリアパーツ入ってますね。で周りの金縁みたいな、これもちゃんと塗装されてますし、まあ、色ムラとかそういうのもなさそうで、アイプリントの方も一応こう光が当たるこうツヤツヤっていうかね、こうキラキラしてる感じがわかると思いますけど、こういう風なね塗装もされてますし、ほっぺたの部分もね、チークというかね入ってていい感じ。首元のやつも細かく、まあ再現されてるというかね、そういう風になってるよと。そしてこのままちょっとカメラ下げていくと、スカート周りに行きまして、こちらのスカートのこちらのフリフリっていうかね、こちらの部分はクリアパーツですね。クリア素材を使用しているんで、まあこのね全体的なこの黒とかはっきり色乗ってるこのピンクと、このクリアの部分でのこの差だね、これが結構いい感じじゃないですかね。でこちらの腰についてこの大きいリボンの方は逆にこっちの前面のこのねラインとかと合わせたような感じで、バシッと入ってるという感じで、これはなかなかいいんじゃないですかね。造形は非常に素晴らしいと思います。で次ちょっと足行こうかな。足周りがこういう感じです。はい、まあ、こちらの部分もね同じく、まあこの足首の根元というかこの辺の部分もこういう風になんか細かくこうやって入ってる、なんか別パーツ化されてるような感じですけど、ちょっと今触った感じ空洞になってるんだけど、ここのねくるぶしのあたりじゃなく、こちらね後ろというかこのアキレス腱のあたり、この辺のところなんかくっついてる感じがあるんで、動くかなと思って変に動かしちゃうとねじ切れる可能性があるんでね、まあ下手に動かさない方がいいと思います。でさらに下がるとこう台座の部分となって、こういう感じですね。で先ほど言ったのがこちらですね、これの、ここの根元っていうかここの部分でしか支えてないんで、まあ先端部分ね、つま先部分でもつながってはいるんですけど、これによって、全体重をこれ支えてるんで、ここのクリアパーツこれが劣化してしまうとここからバキッと倒れるんで、できればこれの金属の支柱はこっちのベース、これと
打ってた方がより強度は高かったんじゃないかなというふうにちょっと感じましたね。最後にこういうふうに戻していくとこんな感じと、はい、一応こういう形になっております。はい、一応細かく見ていったらこんな感じだから、全体的な出来としては非常に、まあ、素晴らしいっちゃ素晴らしいですけど、ここで1点ちょっとね、気になるっていうか、うん、発見してしまった部分が一つありまして、これに関してはね、ちょっとね、ここのスカートの中をね、ちょっと写真じゃないね、撮影する関係になるんで、こういうのがね、嫌いな人は、まあ動画 2,3 分飛ばしてください。はい。では、ちょっと中身いきますよ。こう中身をこういって、こういきまして、こういきましての、ここですよ。こうわかります？ここ。ここ。はい。こちらです。ここ。こうわかります？これ。これ。この汚れ。これね、あのスカートの内側をこう見ていただくと分かると思うんですけど、黒くないですよね。ということは何かを組む最中に擦ったってことですね。これそのね、塗料跡みたいなのが残ってるんですよ。下から見るというか、こう見た時には気にならないんですけど、ちょっと台座刺す時にね、こう見た時にあっと思ったんですよね。はい、こういうねものも混じってるということがあるので、一応買った方はあの未開封もいいんですけど、うん、未開封の後ちょっと開けてみた時の残念度があるんで、ちょっと開けた方がいいかも。ものによってはこういうのが混じってる可能性があるんで、私の場合はこれをねちょっとね、あの薄め液っていうかね、なんかそれでちょっと取ろうかなと思ってるんで、いいっちゃいいんですけど、これをね、あの 今なら返品多分効くと思うんでね、やった方がいいと思います。はい、というね1点だけ残念な部分があったんで、そういう部分のね品質、それがちょっともうちょっとしっかりしてほしいかなという感じがしましたね。はい。ただ一応全体的な出来としては非常にまあ良かったので、まあ1点以外はね、素晴らしかったんじゃないかなというふうに思います。はい。一応今後っていうかね、しばらくいつぐらいになるかわかんないですけど、この次ですね、次とさらにその次も一応このシリーズ、全3体続きますんで、それがね、まあ揃いましたらまたこちらの神谷直には登場していただきまして、3体並べてちょっと一体ねバンと出したいかなというふうに思っております。はい、ということで今回はこちらの、神谷直トライアドプリムスバージョン、こちらの方の紹介を終了したいと思います。はい、固定フィギュアはね、あんまりね買ってないっていうかあんまりないんですよね。なので逆にね、何かこんなの見たいよっていうのがあれば、私の方と合致すればまたねちょっと買ってまあ、紹介したいかなというふうに思っております。はい。ということで次回はですね、一気にガラッと変わりまして、SIC、そちらの方ちょっとね、紹介したいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。